はい、たわごとオープン。ディディと一緒。うん、かわいい。はあ、愛しい。はあ、早速たわごと質問1。この世界は波動であり霊的なものとマーさんはいつもおっしゃります。そのことについて深めたいです。その真理を取り入れている人々と分子物質だけを信じるのでは大きな差があると思うのですが、どうでしょうか。まあ、おっしゃる通りですね。この世界は古代ではもう霊的と捉えていましたし、量子、今でいう量子科学のような価値観を古代の方たちは持っていたと思います。なんでそれがわかるかというと、ベーダとか古い文献がもうそうなってますよね。反重力からUFO まで飛ばしてましたからね。科学がプラズマ科学だったんですね。だから全てが一体で未知で神秘であるというのが古代の人のベースですね。で、それがだんだんエデンを出ていく、要は知識の果実になるということは、知識っていうのはいつも言うように言葉によってできてるんですね。言葉って何でできてるかっていうと、名称付けで、その一体であるという文明文化、要は科学と全てね、科学とか宗教とか、技術とか、ね、化学とかが全部一緒のことになる。電波とかね、0101じゃない、量子的電波だから体に害がない。要は超自然なね、価値観を持っていろんなものを生み出すと、あらゆるものがね、またあらゆる授業が素晴らしくなりますね。その分子とか、物質文明で捉えると、波動で味や色が変わる、形が変わっていくということは、信じがたいことになってしまいますね。そうすると真実の、リアリティと違ってしまうということですね。たわごと2、質問2。この世界を分かたえれていると信じている人々と、この世界が一者一元一体と理解する人々の差は大きいのではないかと、最近マーさんのお話を聞いていてつくづく思うのですが、どうでしょうか。僕なんか子供の時からお父さんお母さんは一体なんだ、一者なんだ、人に勝つな、偉くなるな、すごくなるな、うぬぼれるな、過信するなと、そういうことがあると引っ叩かれましたね。そういう教育のお子さんもいっぱいいるかもしれませんが、勝て、偉くなれ、すごくなれ、負けるなっていう分離の競争を信じた両親もいますでしょ。したらお尻を叩いて、競馬馬じゃないけど、勝て、偉くなれ、すごくなれとされてしまうというのの差はやっぱり大きいでしょうね。で、安心感が違いますよね。他というものを一体物と見たら安心だけど、他のものが、ね、敵とか他なんだと思ったらドキドキするし、怖くなるし、戦わなきゃいけないし、騙さなきゃいけないし、しまいには殺さなきゃいけないというね、そういう悪循環になるから、やっぱり人類は一体性を、今こそね、一元性を学ばなきゃいけないんだろうとつくづく思いますね。それ以外に平和は、真の平和は来ないでしょう。はい。で、たわごと質問3。たわごといつも見ていますね。このたわごとっていうのも、もう題名になっちゃいましたね。本当良かったな。たわごといつも見ています。そこで知識での一体が理解でき始めていますが、その体験をしたいと願っています。
アドバイスをお願いしますっていうことですね。この方がおっしゃられるのは、あの知識でね、いろんな神だなんとかだっていろんなことを知ってても体験がないとね、深められないよとおっしゃってるんですね。で、僕も本当にそう思いますね。体験セミナーのトレーナーをやっていましたから、体験ばっかりですよね。知識もないんですよ。だから体験が素晴らしい。体験するっていうのは実際に経験するので、そこに他人から言われたことではないんですよね。他っていうふうに信じている世界で、他というものから言われているっていうものではないんですよ。自ら体験したことっていうのは自らの体験ですよね。そういう意味で素晴らしいことだと思います。それでどうしたら一体の世界、愛の世界、一体を皆が気づいている人々はどんなふうな村なのか、どんな場所なのか、どんなふうに人々は関わるのかというのを描いてます。今までにアニメーション3本作って、今4本目に取り掛かっているところですね。君と会える約束の場所1、また2、これ量子力学やプラズマが元になっているんですが、その一体で生きてた頃の1万年ほど前、まあムーがまだ滅びて2000年ほどの民が一体性をもとに暮らしてるんですね。そこでタケル君が暮らすんですよね、1ヶ月ぐらいかな。でやっぱりその体験がものすごいんですよ。やっぱりあらゆる価値観が違う。まあなんていうか、みんながそういうふうな意識で生きるとどうなるのかっていう、本当に今まで自分が冷たいとか、他に対する冷たさ、他に対する攻撃性、他に対する不信感がね、この既存世界の今悲しみですけどね、まあそれが全く体験することでなくなっちゃうんですよ、その3時間見ていただくとね。でまあ2もそれに輪をかけてまたすごいんですよ。その後イザヤさんですよね。まあこのイザヤさんはとんでもなく美しい、もう心がもう本当に現れて本当の自分に戻っちゃうようなね、10種族の、まあ12種族のね、美しい長たちのシェアっていうか改心ですね。国を滅びてね、本当に素晴らしいですね。これをぜひ体験してもらうと、体験セミナーじゃないけど体験したことになると思いますね。どんな枠組み、どんな団体に入ってらっしゃろうと害にはなりません。プラスになる。あらゆる宗教のね方々もね、それを見ることでね、深まりますよね。自分たちが学んできたことが本当に、ああそういうことかね、体験が本当に深まることで本当にそうだった、だから別人になる。だから僕も自分のところのスタッフもですね、このアニメを見たらみんな別人になるっていうのをね体験しましたけどね、みんなが別の人になっちゃうっていう、すごい。やっぱり何日かで戻りますよ。それは1ヶ月ぐらい経っては戻っていくんですけど、やっぱりその衝撃波は大きいですね。そのアニメーションをぜひね、体験してみてもらいたいと思います。はい。それからたわごとの質問4です。日本の民の苦しさ、イザヤさんたちの民の苦しさ、それをどう乗り越えて言ったらよいのでしょうかっていうご質問ですね。そうですね、イザヤさんの一番大事にしてたことは、忘ることね、何よりも変えがたい、忘ること尊しとするという方ですね。当時のイザヤさんの
十二種族の仲間の人たちの一番大切にしなきゃいけないことは、和をもって尊いものとすると、和をもって愛をもって尊しとする、大切にするね、神の民のそれこそがゆえんである。他を愛する、他を傷つけない、他を尊ぶ、まあうちの父親もおじいちゃんもみんなそればっかりですよ。それが大和の民の心です。やはり日本は海に囲まれて守られてきましたね。大陸の方たちは苦しかったでしょ、横からね攻めてこられる。この分離の戦いの世界ではみんな苦しかった。やっぱり日本に逃げてくることもあれば、この海があるというね、海に囲まれた国がね、欲したい、欲しいね、羨ましいっていうことはあったかもしれませんね、地理的にもね。大和の民は他国の方たちを愛し尊ぶべきです。他国の人たちをこよなく愛する、同胞も皆を愛する、大切にする。友やその同胞が望むなら、それを渡す、使ってもらってもいい、自分たちが移住するという、それがイザヤさんですね。まあこれをそう聞かれるならどう乗り越えるか、全てを渡して自分たちが移住すると、同胞が仲間たちが他国がそれを求めるなら、争いは絶対ダメです。一体物ですからね、一体物ですから、神の民は争いをすることはできません。神の民は、大和の民は戦いはできません。他の人々を愛す、他の人々に譲る、他の人々に渡す、それぐらいの志は大和の民にはあります。自分たちが移住します、その時はぜひ言ってくださいね、ということで答えになりませんかね。マースは何を考えてんだ、そういうふうに考えてる。イザヤさんの民は戦うことはできません。人を傷つけるのは自らを傷つけることです。自らの子供たちと人の子供たちは一緒です。敵の子供たちを守るのがイザヤさんの民です。それが和国の大和の民の心であり愛です。だからもしそれが欲しいなら、それを与えるべきです。私たちはどこでも美しく素晴らしい世界を作れます。私たちはいつでも最高の世界を作ることができるイザヤさんの子孫です。それじゃあまたお会いしましょう。お相手は今日もたわごとばっかりのたまったマース&リリバオネンネの牧でした。さようなら、バイバイ。はい、たわごとインナーリリと一緒ということで、まあ先ほどの続きですね。日本の民の苦しさ、イザヤさんたちの民の苦しさ、それをどう乗り越えたらよいのでしょうかね。大陸から来た仲間たちね、ヨーロッパの仲間たちみんなね、もし日本が欲しいなら、大和の民はイザヤさんの子孫は皆さんに譲って、どこかね、世界のどこか求めてくれるところに大和の民は行きます。十二種族みんな揃ってね、欲しい人にそのね、一体物の大事な仲間を殺したり戦争したりして、そんな傷つけたりすることは神の民イザヤさんの子孫はできませんね。淡路の人聞いてますか、イザヤさんの島ダメですよ愛の島、ね、に帰らないとダメですよ、ね、
地位も名誉もいらない、土地も家もいらない、いつでも作れる、ね、みんなで力を合わせていつでも繁栄できる、神と共に天と共にいつでも素晴らしい世界が作れる、それがイザヤさんの民です。でイザヤさんの民はね、地位も名誉、うぬぼれ過信が大嫌い、自己拡大、分離、分かったれ、一体物だから、他を愛する、他を尊ぶ、 他への冷酷さを何より嫌います。他の人々を思いやり、助け、支える、彼らがねこの国が欲しいというなら奪うんではなくて私たちと相談してください、私たち大和の民が移住しますね。本当に戦争はしちゃいけません、戦いはいけません、一体物同士の戦いは決してあってはなりませんね。偉くなったりすごくなったり任したりしちゃダメですね。それが愛です、それが幸せです。その時ね、何でも作れますよ、何でも、どんな人たちとも仲良くできる。私たちはいつもゼロにいましょう、ゼロから生み出せる、そんな仲間がたくさんいます。十二種族、いや十三種族全員が日本に揃っています。みんな Y 染色体で、みんな自らを捨てて他を助ける、友を助ける人、それこそがイザヤさんの子孫です。でそんなね、イザヤさんの子孫たち、ヤマトをね迎えてくれる世界中の人がたくさんたくさんいます。マースのねことを応援してくれる世界中の人は何億人もいます。みんなね誘致するって。だからね、私たちが、ね、邪魔だと、ヤマトが邪魔だって言うならば、そういう友がいるならば、私たちが出ていくべきです。戦争したりそういう人たちを倒そうなんて絶対あってはなりません。一体物を倒すとか殺すとかやっつけるとか防衛するというのは真の一体性の愛、真のプラズマ的量子的愛と真っ逆さまです。この霊的世界では愛だけが全て、一体なことだけが全て美しい素晴らしい人生を生むのです。ゼロからみんなで作ることができますよね。リリー、今日もたわごとばっかりのたまいました。すべてたわごとだと思ってください。それじゃあまたお会いしましょう。お相手はたわごとマース&かわいいリリーでした。それじゃあまた会いましょう。さようなら。Letter from Isaiah. Will of Isaiah. Now on air. Digital distribution start.